なんか広かが難しいっていうより声だけで演じるっていうことがすごい難しくて、なんか演劇だったら走ってる時の演技とか戦ってる時の演技とかだったらもう戦いながらとかだから、なんかとか、なんかそのもう動きで声が出るとか、走った時の息切れとかって自然に出るものだけど、そうじゃない、体を動かしてないのに自然に声を出すっていうのがすごい難しくて、本当に毎公演配信で、そう配信されてたので舞台が、だからもうずっと自分が出た公演すべての配信を舞台終わった後に見返して、ああここのこの言い方なんかちょっとなあとか、もうちょっとこう言った方が自然かなみたいな、もうすごい心がけてました。私もともとがすごい声が低め、なんかどちらかといえば低いから合唱とかもアルトしかやったことないんですよ。ソプラノ、メゾソプラノ、アルトしかやったことなくて、歌も絶対ハモリは下担当だから、高い声っていうのがそもそも高くないんだけど、ひろかちゃんはもう絶対高い声だなと思って、もう本当にこの朗読劇期間、毎日毎日喉が明日ちゃんと正常なのかがもう怖くてしょうがなかったです。喉枯れちゃったらどうしようとか、なんか声がかすれてたらどうしようみたいな、もうずっとだからもう本当にもう水とか飲んで、水1公演の間にペットボトル私 3,4 本飲んでたの、もう 3,4 本飲んで、そう喉飴もずっと舐めて、で家ではお湯、もうアイス食べたかったけど喉キュッてしまっちゃうから喉冷たくしちゃダメだと思ってアイスとかずっと我慢してました。シーカーさん、舞台お疲れ様だわ、ありがとう、優しい、嬉しい。今日は久しぶりに久しぶりにあれでって思ったけど、台本と一緒にお礼したいな。私の台本どこだ、あれ台本ここに置いといたのに、なんかママに持ってかれた気がする。今日めっちゃ最後の挨拶でみんなが一言一言喋ってたのでカーテンコールがめちゃくちゃ長かったんですよ。だからすごいファンの皆さん一人一人の顔がしっかり見れて、めっちゃあ見に来てくれてるってすごい思いながらやってました。あ私のファンの方だって一人一人きっと私と目が合ったと思います。皆さんわ、和孝さん花火いっぱいありがとう、嬉しい。ひろかちゃんはそう難しかったよ。でも本当になんかそのこの朗読劇期間ずっとひろかちゃんのことを考えてたので。毎公演ベストを更新できたかなって
思います。毎公演、あ、今日が一番良かったって思えたなと思う。だからもう本当に初日と千秋楽はもう全然違います。ひろか、なんかもういかに自然かをめちゃくちゃ考えたですね。いかに自然に、いかに緊張せずにできるかをめっちゃ考えました。もうなんかすっごい不安なことばっかなんか考えちゃって、勝手になんか舞台中しゃっくり出ちゃったらどうしようとか、なんか舞台中なんかむせちゃったらどうしようとか、なんかひろかすごい泣くシーンがあって、泣いてる時になんか鼻をずっとすすってるんだけど、私鼻すすりすぎて鼻血出ちゃったらどうしようとか、もう本当に最悪な状況ばっかり考えてました。無事、本当に無事に終わってよかったし、めちゃくちゃ勉強になりました。ひろかちゃんとこみさん同じようなところある？ひろかの性格はでもなんか、ひろかちゃんはめちゃくちゃ自分の欲に素直な子で、自分が可愛いっていうのも分かってて、自分が可愛くてその今をすごい必死に生きてる子だから、今欲しいのみたいな、で今をすごい必死に生きてる子で、なんだけどその そうしてる自分を後悔することもあるだろうし、なんかね、ひろかちゃんが言ってることとか、その3日に一度はとか10日に一度は新しい服を買って、20日に一度はアクセサリーも欲しい、牛肉は毎日食べたいし、一生長生きしたいけど一日おきに死にたくなるのとか、ここに共感することはないけど、でもそのやっぱみんな誰しもそういうことってあるよねっていう、で私も毎日毎日仕事したいけど、でも2日に1度はやっぱ家にずっといたいなって思う時あるし、なんかもうめちゃくちゃ完璧なアイドル、もう常にニコニコしててめちゃくちゃ完璧なアイドルで私は生きていこうって思う時もあるのに、次の日にはああもうなんかもうみたいな感じでショールームでめっちゃ低い声で喋ってたりするし、本当に人間誰しもいろんな絵の具を持ってて、綺麗な色も汚い色もあるんだなっていうのはすごい思いましたね。だから共感したのはやっぱひろかちゃんかもしれない、そう考えると。だってもう健康のために私はお菓子立ちする、もう一生お菓子食べないって決めた次の日には、でもいつ死ぬかわからないしお菓子食べとかなきゃと思って食べてる自分がいるし、そういうなんかみんな人間矛盾というか、その自分の裏と表ではないけど思うことが正反対のことってあるよねっていう、そう、でもみんながなんか本当に各々のキャラクターが抱えてるものとかがあって、その
どのキャラクターかは人によるけど、どのキャラクターにも共感できるところがすごいあると思います。その誠のお母さんは平凡な日常と非凡な日常、もう毎日毎日が平凡で幸せな家庭、幸せで平和な毎日に嫌で刺激を求めたくなったけど、でも非凡な毎日を送ってる人は逆に平凡な毎日を羨むだろうしとか、なんか自分が見えてる世界が全てじゃないんだなっていうのも感じますね。気づかないところで自分のことをこう見てくれてる人がいるとか、それを誠は翔子ちゃんだったんですけど、でも最初台本読んで桑原ひろかちゃんのセリフとか見た時に、やばい子だなっていうのが、この子すごいなみたいな、誠くんならひろか2万円ぐらいでいいよとか、すごいなひろかちゃんと思ってたけど、でもそうですね、なんか本当に演じれば演じるほどひろかちゃんが愛おしくなる。だからひろかちゃんが好きです、私は一番。でも本当にアニメのひろかちゃんは結構なんかギャルくて、なんかこれ空みたいな、誠くんの描いてる絵見て、これ空、ふーん、ひろか誠くんならいいよっていうぐらい本当に低い子だったんだけど、その演出家さんと、これは小説のカラフル朗読劇だからっていうので作り上げたひろかちゃんが無事生き抜けてよかったです。347日連続ありがとうございます、イエーイ。無事今日も毎日配信達成。ブー君、ヴァンパイアタワーありがとう、優しい。でも本当にカラフルが面白い作品ですよね。でもひろかちゃんって結構自分の欲に素直なだけで、誰しもなんか別に変わってる子ではないんですよね。なんか女の子なんてそんなもんでしょっていう、そのひろかちゃんの場合はそういうなんか自分の体に対して達観視してる、なんかどうせひろかなんておばさんになったらもう価値なくなっちゃうんだしみたいな、そういうなんか自分に対しても達観視してる子だったけど、でもなんかみんな持ってる部分あるよなっていう、そう言ってる言葉が衝撃的すぎてひろかちゃんぶっ飛んでるっていう印象強いんだけど、そう、そのなんか単語単語を置き換えたら全然みんなそうだよねっていう共感が。だからお母さんもさ、フラメンコ教室の先生と不倫みたいな、その言葉的にはえお母さん不倫みたいななるけど、でもなんか平凡な日常と非凡な日常のなんか
いつもと違うスリルを味わいたいみたいなので捉えたら確かにあるよねっていう。なんかそんな絶対なんか少しは何かをそれぞれが感じることがある作品だなと思うし、そのなんか感じることも本当に人それぞれで、なんかひろかにすごい共感したって感想をくださった方もいたり、でひろかのことは共感できないけどみたいなっていう方もいたり、でもそれって本当に人それぞれなのがみんなが持ってる絵の具の色だし、カラフルだなって思いました。面白かったから原作の小説も買ったよって、嬉しい。私はあのアニメのやつを全部見ました。入ってアニメの何に入ったっけな、なんかねアニメなんとかみたいなやつ入った。だから小説も私も買おうと思って、結構あのこの朗読劇は朗読劇に収めるために半分ぐらいしかないんですよ。セリフとかを全部カットして大事なところを半分ギュッて詰め込んでるから、小説とかの方がもっとね細かいし濃いと思います。うんうん、私的一番好きなシーンなんだろう、アニメと小説違います。アニメはね本当にねなんか違うっぽい。ちょっとこの朗読劇は小説の朗読劇だから、小説の方は結構今日の通りだし、すごいあのねめっちゃマネージャーさんがその小説、カラフルの小説を読んでる友達と見に来てくださったらしくて、でその友達が「あのプラプラとひろかが小説で読んでたのともう本当にその通りでめちゃくちゃ嬉しかった」って。プラプラと自分が小説読んで思い描いてたプラプラとひろかがそこにいたって言ってましたって言ってくださって、それがすごい嬉しかったです。アニメは映画がアニメだったの。あのねクレヨンしんちゃんの監督とかで、私がストーリーに前あげたやつ、僕が僕であるためにみたいな、人間は誰しも間違いを犯す、自分だってそうやろみたいな、そう、将校の声優さんが宮崎あおいさんで、桑原ひろかちゃんの声優さんがアッキーナさんだったり、そのアニメの映画、アニメ映画プラプラね関西弁なんだよね。おめでとうございます、あなたは一度罪を犯して死にましたが、もう一度やり直すチャンスを与えられました。お前ホームステイってこと、修行中ってこと分かってんのかなの、プラプラのアニメだと。でし翔子もこんな感じ、セミナーに行ってたんでしょ、私知ってるんだからみたいな。そうなんか結構舞台だとセミナーねえセミナーに行ってたんでしょ、セミナーで自分を変えてきたんでしょみたいな感じだけど、アニメは違いますね。セミナーに行ってきたの、
私は海だと思うみたいな方。全然違うの。だからね、アニメはアニメって感じ。本当に空飛ぶ馬っていうのも素敵だけど、私はこれ海を泳いでる馬に見えるみたいな。私あのめっちゃブスなんです。あのブスっていう子なの、キャラクターが。すごい髪の毛もボサボサで、めっちゃ大きいメガネかけててみたいな、そういう設定なのよ。でいじめられててみたいな。だからもうそれがもう出てる。だからもうすごいよ、アニメのね、まことくんね、めちゃくちゃ翔子に悪態つくのよ。なんか本当にみたいな。なんか翔子がまことくん、私はそれ海に見えるみたいに言うと、まことがはっみたいな、翔子に対してそう。でもあの舞台とか、多分小説の方は、舞台と朗読劇と小説は、私は海だと思うな、空を泳ぐ空を飛ぶ馬っていうのも素敵だけど、私はこれ海を泳いでる馬に見えちゃうの。まことくんのことかっこいいなんて思うわけないじゃんが小説だけど、アニメはまことくんのことかっこいいなんて思うわけないじゃんっていう感じです。だから小説と朗読劇はひろかの愛人だよ。前に街でスカウトされたの、愛人になりませんかって。それでお金のこととか交渉して、そういうことになったのって感じだけど、あのアニメはひろかの愛人みたいな。ひろかの愛人だよ、前に街でスカウトされたの、愛人になりませんかって。それでお金のこととか交渉してそういうことになったのみたいな。もうめっちゃスパンっていう女の子。誠はね、どんな感じだったっけな。誠どんな感じだった。私が一番好きなシーン、そこが一番やってて楽しかったです。一番難しいなって思ったのは、逆にひろかちゃんの初登場のまことくん久しぶりのところがもう一番難しくて、もう特にまことくん久しぶりの第一声が一番苦手でした。この朗読劇のひろかちゃんの中で、なんかどんなに練習しても、どんなになんか思い描いても、本番でまことくん久しぶりみたいな、なんかぶりがめちゃくちゃ強調されちゃって、もう毎回終わって、なんかブリって言った後に、あもうまたこの久しぶりになったみたいな、何この久しぶりって思いながらいつもスタートしてたなんかもっと自然に可愛く言いたいのに、もう絶対同じ久しぶりが出てきて、久しぶりみたいな、もうどんだけブリ出てくんのみたいな。だけど今日はね、久しぶりの差を強調して、ちょっと一回こうやってダウンして言ったらブリが強調されないなっていうのを見つけまして、今日の昼と夜マチネとソワルは
久しぶりが過去一ベスト久しぶりだったと思います。今までは誠くん久しぶりって感じだったけど、今日は誠くん久しぶりがもうようやくできました。もうずっと自分がやりたかった久しぶりがようやく今日できて、めっちゃ嬉しかったです。さをめっちゃ強調してこう一回ダウンしたら自然な久しぶりが言えるっていうのを今日見つけた。誠くん久しぶり、誠くん久しぶり、誠くん久しぶり。あとなんかすごい声優さんたちの演技を見ながら、なんかすごいセリフじゃないところの息遣いとかにめちゃくちゃ感情が乗るなっていうのを思って、だからなんかもうとかセリフなかったんですけど、誠くん何してたの、全然来ないんだもんっていうところを最初は、誠くん何してたの、全然来ないんだもんだったんだけど、誠くん何してたの、もう全然来ないんだもんみたいな、自分でもうを足してみたりとかして、なんかセリフを淡々と読んでるんじゃなくて、ひろかちゃんが言ってるぞっていうのを意識しました。あと今日は、今日が一番コミ的ベストひろかちゃんなんですけど、今日はね、なんかひろかちゃんだったら多分まことくんの絵を見ながらこう後ろで腕組んでこうやってやりながら、こうこうやってこうやってやりながら前かがみで喋るんだろうなと思って、なんかしかも絶対こうゆらゆらしながら喋ってるんだろうなと思って、あとなんかあんまり深く考えてないんだろうなっていう人に対してとか、そういうのをめっちゃこうこうやってやりながら喋ってたらどういう言い方になるかなみたいのを模索しました。もう全然来ないんだもんみたいな、最初のね稽古でのひろかちゃんは多分初日とかは全然来ないんだもん、この絵もうこのままなのかなってひろか心配しちゃったよって感じだったけど、途中からもう全然来ないんだもんこの絵もうこのままなのかなってひろか心配しちゃったよに変わりました。もうこの朗読劇カラフルの本番映像を見すぎて、私全キャスト台本なしでできる。お母さんの手紙以外お母さんの手紙はちょっと覚えられない。あなたが市のコンクールで賞を取った時、この子には才能があるみたいな、前で腕組みをする方は防御体勢で話を聞いている。後ろはこのひろかちゃんスタイル、私が勝手に考えただけだけど、この後ろでこうプラプラしながら話すのは、もし次の役で何やりたいってなったらプラプラ、おめでとうございます。もう男性のプラプラと女性のプラプラでダブルキャストなんですけど、この朗読劇男性と女性でも全然違います。なんか女性のプラプラはおめでとうございます、あ違う違う、おめでとうございます、あなたは選ばれましたっていう結構タンタンタンって感じなんだけど、男性はおめでとうございます、選ばれましたみたいな、めっちゃドーンって感じ。
もう本当に男性はもうダーンって感じだし、女性はもうタン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 って感じ。いや確かにプラプラになったら待ちそわの間で着替えないといけないのめんどくさいな。手のひらを見せる方は相手に対して安心している？手のひら見せる？手のひら見せるってどういうこと？ちょっと50分まで配信します。今日はあと10分。あーくしゃみ出そう。ね、聞いてください。これ言っていいと思うので言うんですけど、なんかね、なんか差し入れいただきましたみたいな感じでね、あの名前が書いてあってね、でなんか早見さんからいただきましたって書いてあったの。レッドブル、レッドブルを早見さんから差し入れでいただきましたって書いてあって、でなんかその大人小学生さんのスタッフさんかなとか、なんか出てた方なのかなとか、誰かのなんかご招待の方なのかなとか思いながら、あのいたんですけど普通に。そしたら楽屋でね、なんかその早見さんからいただきましたっていうのが強すぎて、その字だけ写真撮っちゃったって皆さんがおっしゃってて、で私強すぎてってその字体が強いって意味かと思って、なんかそんな力強く書いてあったっけと思って、なんかさ、そんななんかめっちゃ名調体みたいな感じで力強く書いてあるっていう意味なのかな、強くてって言って、で強すぎて写真撮っちゃった、普通の字だったけどなって思ってたら、その共演者の方々が、え、有名すぎてねみたいな、もう大御所すぎてなんでってびっくりしたって言ってらっしゃって、あ、字体じゃなくて名前がかと思って、でその早見さんっていっぱいいらっしゃるじゃん、そのこの日本中に。だからあの優しい早見さんなんだなしか思ってなかったの。でもなんかその早見さんってすごい方なのみたいな、キャストの方が言ってたら、その他のキャストの方が、もうすごい声優さんですよって、あ、声優さんの早見さんなんだと思って、もう本当にみんな絶対知ってますみたいな、え、すごいんですよって。でなんでそのこの朗読劇に出演されてるわけでもないし、だからなんで差し入れくださったんだろうみたいな皆さんおっしゃってて、で調べたんですよ、早見さん、早見さんしか書いてなかったの。そしたらなんと銀魂の海坊主でした。海坊主の声の方だったり、あとブリーチのアイゼン様、アイゼン隊長の声の方っていうのを今知って、もう私レッドブル宝物にする。私アイゼン様と海坊主からレッドブルもらった。これすごい、リオンすごくない？これアイゼン隊長と海坊主がくれた。海坊主めっちゃ呼び捨てしてるけどねえ、あ、怖がった、逃げました、リオンが。ごめんね。嬉しい。あ、そうです。めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。私はマカロンとヨックモックとラングドシャ差し入れしました。なんかそういう時っていつもなんかスイーツにしちゃう、差し入れ。これはね、今日差し入れでいただいた。昨日のまことさんが差
仕入れしてくださいました。コラーゲン&ヒアルロン酸って書いてあって、これにした。オロナミン C とこれとキレートレモンの3種類あって、絶対オロナミン C と思ったけど、このコラーゲン&ヒアルロン酸に惹かれた。ヒアルロン酸って何か分かってないけど、なんか美容でしょきっと。今日はチョコラ BB も飲んで、ビタミンたくさん。この時間飲むものじゃない。でもあーでも脂質ゼロ、炭水化物 5.2 もあるんだけど、なんで。ちょっとさ、台本ママどこやった？台本と一緒にスクショタイムしてもらいたいのに、みんなに。ママあれ、台本勝たされた。え、どこ？ねえリオン、ママに聞いてきて、お姉ちゃんの台本どこって。聞いてきて、お願い。ママに、お姉ちゃんの台本、お姉ちゃんが台本探してるからどこって、探してるって聞いてきて。お姉ちゃんの膝に乗るんじゃなくて、ママんとこ行ってきて。で、本当に台本ない。え？え、ちょっと早く台本欲しい。ママ台本どこやった？今ショールーム見てますか？ピンポンパンポーン、小宮山、ママ様、小宮山、ママ様、小宮山はるか様がお呼びです。迷子のお知らせ、台本が迷子になっております。至急小宮山はるかのお部屋まで。ピンポンパンポーン。え、絶対よね。ここティティちゃんの上にね、私は台本を置いたのよ。それがなくなってるってことは絶対ママなの。来た。もう充電切れてるからない。暑いこの部屋。 iPad でしょ。ピンポンパンポン見てた。ショールーム、もう LINE よりショールームが早い。ショールームで言うのが早いです。呼び出しはショールームっていう、とても斬新と。小宮山家しかない。じゃーん、これは私が本番で使っていた台本なんですけど、もうやばい、読み込みすぎて。私ね、めっちゃ書き込んでたの。めっちゃ稽古中書き込んでたし、なんかもう練習しすぎてこんななのね。でなんか本番は本番用の台本なのかなと思ったらこのままで、びっくりしちゃった。あ、え、この台本で本番やるんですかと思って。私めっちゃ書き込んでますけどと思って。しかもさ、そのさ、稽古中立って演出家さんが言葉で言ってるのをめっちゃこう書いてるから、もう殴り書きなのよ。この
かしいの、ひろかおかしいの、狂ってるのっていうところなんですけど、これめっちゃこれめちゃおちょ書いちゃってて、これなんか配信とかで映っちゃわないかなみたいな、かまことくん久しぶりのところはまっすぐだけどぶりっ子あさとめ、えへって笑う感じの女の子、これは私が考えたひろかちゃん図をね、その場にいるだけで花が咲くみたいに可愛い女の子、この絵立たせるえへって笑う女の子な、とかめっちゃ書いてます。この待てないようなところが、初めてひろかが自分の本心を誠にさらけ出したっていうところとか、めっちゃ書き込んで、でもなんかもうもはやずっとこの台本で稽古もやってたし、家で読み込むのもずっとこの台本だったから、もうなんかお守りひろかのあのセリフで、あの衝撃的なセリフが映った、ひろか NG です、すいません、姉ちゃん私さ、なんかテンポ悪いだけかと思って喋ってたけど映ってなかったんだ、一人で喋ってましたこれなんだよ、なんだよなんだよ、一人で喋ってた、なんかこっちとこっち悩んでめっちゃなんかこうしちゃった、ひろかの衝撃 NG です、この衝撃が気になる方は配信でぜひ、でもなんかなんかねすごいひろかちゃん衝撃的なことを連発するんですよ、何回も言うので、なんかそのキャストさん、その女性キャスト全員同じ楽屋で、キャストさんになんかひろかちゃんのセリフ言うのに抵抗なかったって言われて、こみはるちゃんひろかちゃんのセリフ大丈夫だったって言われたの、あーでも AKB の歌詞でも結構出てくるんですよねって言ったら、えってびっくりなさってた、秋元先生びっくりされてましたよ、そのうちっていつも歌ってます、僕の太陽公演で、だからなんかファンの方もめっちゃなんかなんかひろかちゃんのなんか衝撃的だったみたいな、ひろかちゃんからあんなセリフがあって、すごい感想が結構多かったんだけど、いやいつも劇場公演で歌ってるやんと思って、みんなの目の前でいつも歌ってるやん、そのうちって忘れてた、知ってみたいってこんなノリノリで言っちゃってるよ AKB
とイノセンスとか毒蜘蛛の方が全然センシティブよ、ひろかちゃんより。AKB すごいよ、キャストさんたちがびっくりしてたよ、女性キャストさんが。あ、 AKB でよく歌ってるので、え、そりゃそうだ、そりゃびっくりする。秋元先生だそうです。でも私はそのなんかコミハルとして劇場でも立ってないから、その毒蜘蛛とかイノセンスとか、あ、ごめん、今のはバンじゃないです。秋元先生の歌詞にバンされたわけじゃなくて、私の充電がないよっていう、 20% だよっていうただの愛です。だから秋元先生の歌詞までバンされたみたいな感じになっちゃったよ。大丈夫、秋元先生の歌詞はショールームセーフ。充電が、あ、もうダメだ、11時だ、早い。っていうね、だからイノセンスとか毒蜘蛛はなんかもうその歌詞の女の子になって歌ってるので全然平気。ひろかちゃんもコミハルじゃないもん、ひろかちゃんだからね。逆にコミハルだったらあんな可愛い声出せない。まことくん久しぶり、コミハルだったらまことくん久しぶり、何してたの？全然学校来ないから。もう全然来ないんだもん。こんな可愛く言えないよ。もう全然来ないんだもん。この絵もうこのままなのかなってひろか心配しちゃったよ。でもよかった、まことくん復活してちゃんと続き書いてあげるんだ。ひろかね、まことくん、ひろかと約束、ひろかの好きな綺麗な色の絵をちゃんと完成させますね。この馬くんだって途中までじゃかわいそうだよ。あのね、ひろか、この馬くん上手だと思うの。だってまだ輪郭だけなのにすっごい生き生きしてる。空飛んでるんだよね、かっこいいな。バックの青もすごい綺麗、こんな青ってなかなかないよね。広くて透き通っててカランカランの空みたい。ひろか、こんな空見たことないけど好き。空じゃないのに。私は海だと思うな。空飛ぶ馬っていうのも素敵だけど、私はこれ海を泳いでる馬に見えちゃう。今度のお話し会はひろかちゃんでお願いします。いいよいいよいいよ。あ、じゃあシエナか坂本美和ちゃんかひろかちゃん、皆さんお好きな子でぜひ指名してください。オンラインお話し会、ひろかちゃんと喋れます。シエナとも喋れますよ。カタリーナ、
姉さんですね。ね、ひろかちゃんでしょ。いいの絶対。アイドル向いてんのはひろかちゃんよ。坂本美和ちゃん、もう朝からうるさい。ツンデレか。坂本美和ちゃんをあの希望する方はド M です。全部を自分一人で決めたって思わないでよね。紫式部、もう覚えてないよ紫式部。どんなんだったっけ。紫式部覚えてないな。我ら三賢者、三賢者しか覚えてない。歌詞難しかったな。でも一番楽しかったのは、一番楽しかったのは不思議の国のひな祭り、紫式部が一番楽しかった。で一番成長したのはシエナ、歌とかね。で一番学んだのは坂本美和ちゃん。で一番吸収したのは桑原弘香ちゃんだなと思う。うるさい、ワン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 吠えて。お前ワン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 吠えて近所迷惑だって分かってんのか。これプラプラです、映画の。お前さ修行中だってこと分かってんのか。人間は誰でも間違いを犯す、お前だってそうだろ。僕が僕であるために BGM 入る。人間は誰だ、綺麗なものが好きなのに時々壊したくなる。ひろかちゃんのセリフ。走れ誠くん。もうこの YouTube でこのうるさいよ本当に。パパ隣で寝てるよ、おいで。そんな尻尾振ってお姉ちゃんのこと見てるだけじゃなくて自分で行動しなさい、おいで。チワワにガチ怒り。リオン、他の人が来てくれる。もうダメだ、充電が、充電しながら配信してんのに 20% ですから、もう動かなくなったのでお礼をさせてください。大輝くん、朗読劇カラフル見に来てくれてありがとう。見つけましたよ。ちょっと今日ショールームひろかちゃん仕様でやりたくて撮らずに帰ってきた。大輝くん、もうサボっちゃダメだよ。ひろかと約束。ひろかの好きな綺麗な色の絵をちゃんと完成させますね。ありがとう。ちょっとひろかちゃんお礼をしたいんだけど、
あのひろかちゃんあんまりショールームで言えるようなセリフなかった。あんまりショールームで言えるようなあのセリフがなくて結構センシティブな感じになっちゃうんですね。シーカーさん、カラフル見に来てくれてありがとう。今日めっちゃ見つけました。シーカーさん久しぶり。シーカーさん何してたの？もう全然来ないんだもん。この絵もうこのままなのかなってひろか心配しちゃったよ。ありがとう。ブーくん、まことくん、ブーくん、ちょっとねくんなんですねこのひろかちゃんは。朗読劇カラフルありがとう。あ、え、すごい、ちょっと347日もっかい出たわ。これバンされたからやり直しになってる感じ。まさかの本日2度目の347。ありがとう。あと何があったかな、まことくんセリフ。今ちょっとね、まことくんセリフ、まことくんって言ってるセリフあのセリフ以外にあるかなっていう。ないですね。ブーくん久しぶり。ブーくん何してたの？もう全然ないんだもん。この絵もうこのままなのかなってひろか心配しちゃったよ。ありがとうっていうひろかちゃんのセリフでした。誠くん誠くん言うところはちょっとセンシティブなのでここでは遠慮させていただきます。ではオンラインお話し会でひろかちゃん対応をしていただきたい方はぜひお待ちしてます。お待ちしてます。ではランキング読みます。13位バサシ、12位グッチャン、11位ゴーさん、10位マックスエイトさん、9位クリス・ロナウド、8位クロウ、7位マヌピー、6位ヘスターさん、5位プロちゃん、4位カズタカさん、3位大輝くん、2位シーカーさん、1位ブーくんです。ありがとう。皆さん配信見てくださりありがとうございました。朗読劇カラフル見に来てくださって本当にありがとうございます。配信は1週間ほどアーカイブがあってそこで見れますので皆さんぜひ、あのシアタージーロッソに来れなかったよって方は配信で見てください。あとブロマイドと
DVD とパンフレットはあのオンラインでも購入できますので、皆さんぜひゲットしてください。では皆さん配信見てくださりありがとうございました。